どうも、こばやんです。今回は10月18日のアップデートで始まった2024年関西かぼちゃ祭りの内容をまとめていきたいと思いますので、よろしくお願いします。毎年恒例になりつつはあるんですが、まずはかぼちゃの入手方法について話していきたいと思いますが、期間限定で実装された任務を達成することでかぼちゃが入手できます。交渉任務と出撃任務一つがウィークリー任務になっていて、それ以外は単発任務になっています。このウィークリー任務をやっていくのは非常に大事なんですけれども、この解放条件、まず話していきます。最初に期間限定12年目の秋、かぼちゃ祭り始めの任務を達成すると、3つ任務が解放されます。演習任務と、出撃任務と、ウィークリー交渉任務。ここでまず交渉任務が解放されますね。秋解放された演習任務達成後に、期間限定任務かぼちゃ祭り艦隊南西諸島へが解放されます。この任務達成でウィークリー出席任務の限定週間任務秋のかぼちゃ祭りおかわりが解放されます。こんな感じで任務は解放されていきますので、早めに任務を消化してウィークリー任務をやっていくといいと思います。ちょっとね、動画多分投稿するタイミングが、月曜日になってしまうので、初週が取れてない人は申し訳ないんですけれども、こんな感じです。そしてかぼちゃの時によくある話なんですけれども、かぼちゃを他のアイテムより優先するべきかということです。任務の選択報酬で勲章などとかぼちゃが出てきますが、かぼちゃは基本的に艦隊育成が終わった人向けのアイテムになります。設計図や戦闘処方が足りない方は艦隊育成のために勲章などを優先して取りましょう。次に拡張任務について話していきます。任務を進めていくと最後に拡張任務が出てきます。この拡張任務では姿勢倒壊を入手することができます。ただしこの任務を解放するには期間限定任務かぼちゃ祭り艦隊南西諸島へと同時実装された林もかえに任務林もかえに見ているだけではありませんを達成する必要があります。そしてこの林もかえにの任務なんですが、この前提に精鋭第10駆逐隊抜病準備の達成があり、この任務では、竜雲会に、巻雲会にが指定化になります。少なくとも、拡張任務を達成するのに、竜雲、巻雲、林も会に改装するための、改装設計図、戦闘処方3枚ずつ必要です。また、さらに前提を拾っていくと、第22駆逐隊を再編成せよの達成が必要です。この任務は改装アイテムは不要ですが、さつき、文月会にが必要になります。拡張任務はどうしても難易度を高く設定しているので達成までが大変なんですが、できるところまで挑戦が艦隊強化につながるので、ぜひ拡張任務達成を目指して頑張っていきましょう。次にかぼちゃ任務に必要な艦の入手について少し話していきます。いくつか任務に要求される艦が通常会議に追加されているので、指定艦がいない場合はまず通常会議で入手を目指しましょう。まずかぼちゃ祭り艦隊南西諸島へですが、入手しづらいところでリベッチオが 4-5 の KNS マスでドロップ、あと陣営が 1-3 ボスと 3-1 ボスでドロップします。前回の欧州イベント参加していればイタリア艦は誰かしら拾っているということなのか、他に限定ドロップがないので持ってない場合リベッチオが結構きついかなという印象です。次に秋のかぼちゃ祭りおかわりで指定になっている艦ですが、ジョンストンが 2-3 ボス、ブルックリンが 2-4 ボス、E47 が 1-4 のボス、E201 が 1-5 のボスでドロップします。去年も同じような任務で E201 必要でしたが、この期間の時に掘れなかったんですが、今回は掘れるのでまだ良くなったのかなという気がします。6-1が結構潜水艦いないと厳しかったりするので、なんとか掘っておくといいですね。その他、かぼちゃ任務解放関連の指定艦の紹介ですが、清下、林もが1-2と4-5でドロップ。で、秋島1-4。で、水月が7-2と7-5ですね。林ももし持ってなければ、1-2か4-5で掘りましょう。林も狩り任務に秋島か清下が必要ですが、前回のアップデートでこれもドロップ追加されているので、比較的浅い会議で入手可能です。水月は前提になる文月会に殺技会の任務の指定になるので、これも持ってなければ掘っておきましょう。次にカボチャの消費方法についてです。アイテムの拡張アイテム欄にカボチャがあるので、使用するとカボチャの調理で装備や資材と交換が可能です。
ハロウィンパーティーの交換は1回限りで、天山一人型公開、星4が入手できます。これ回収で作ることができますが、装備自体は回収ができないので、星4は結構貴重です。作るのもかなり大変だし、今後素材になる可能性もあるので、交換しておくのをおすすめします。次にカボチャでの近代化回収についてです。カボチャを使って運回収をすることが可能です。近代化回収画面で運の横にカボチャマークがあるので、そこをクリックすると運上昇になり、近代化回収すると運が1から3上がります。同型艦を複数または同盟艦を使って近代化回収をすることで運が上がりやすくなります。過去の有志によるカボチャ回収データだと、同盟艦を2隻使って近代化回収すると確定で3アップ。同盟艦1、同型艦2で期待値 2.8 アップします。同型艦のみだと5隻だと2は確実に上がるんですが、3は確率がそこまで高くありません。もし確実に3上げたい場合は同盟艦2隻使いましょう。次に、同型艦同盟艦の集めやすさも考慮したおすすめの運回収艦を紹介していきたいと思います。一番おすすめしたいのは最上北上ですね。最上型熊型は比較的入手が楽、さらに最上北上も入手しやすく、ドライカットインとして活躍もあるのでおすすめです。特に北上は運回収まだならやっておきたいです。次におすすめしたいのが大井夕張。北上の運回収が終わっているなら大井も入手しやすさから候補に入れても OK です。夕張は同盟艦しかいないけど、入手はそれなりにしやすいのと、対地装備含めたカットインが有効な場面が時々あるため、おすすめしたい艦です。ここからもうちょっとランク下げた評価だと、長波とかムツですね。ムツは同型同盟艦はちょっと入手しづらいんですが、特殊砲撃の発動に1、2番艦の運が関わってくるので、特殊砲撃の発動とか、支援テキストを伸ばすために運上げをしておくといいです。で、長波は仮にで運30あるので、水雷見張り員とか、DC 用電見張りカットインで十分な発動率になりますが、走行の高い敵に野戦キャップに届く D4D4 魚雷電弾を発動しやすくするために、ドロップしやすい長波の運回収もありといえばありということで、ここに出てます。その他に、霧島三熊ですね。特定の装備による支援適性が高い霧島と、水母に艦種が変わるも魚雷などが装備でき、従順枠と被らないミクマも艦隊の運回収状況次第ではありだと思います。紹介した艦はあくまで個人の考えなので、それぞれの艦隊状況によって回収する艦も変わると思います。また同型同盟艦が全くいなくても3上がることもあるので、リアルラックに任せて運上げしてもいいかなと思っちゃったりもしてます。ということで、今回2024年艦隊カボチャ祭りについて紹介しました。設計図が足りない提督は勲章を大量に獲得や、頑張れば東海が入手、熟練の提督は運上げのチャンスという貴重なこの機会をぜひ活用しましょうということで、動画を終わりたいと思います。この動画が少しでも参考になりましたら励みになりますので、高評価チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。